ネームドインのかよ。あれだよね、あの後ろのがそうだよな、マジで。どうもこんにちは、クロネタです。ゼノブレードディフィニティブエディション、続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回から巨人の腰目指して冒険をしていこうと思います。で、その前にまあ見てわかりますが、パーティーを変えてみました。まあこんな感じですね。シュルク、ダン、バン、カルナと。まあシュルクはモナドが使えるし、カルナは回復必須だと思うんで消去法かな。まあかわいそうだけどライン外してダン、バンを、パーティーに加えてあります。あ、で、あ、これ見せた方が早いかな。ダンバンのアーツなんだけど、結構面白くて。まずはこれか。疾風陣。まあ、通常攻撃なんだけど、出血ダメージを与えると。で、天地剣かな？これが相手の物理耐性を下げて、で、さっきの疾風陣を使った後に使うと、相手の筋力をダウンさせると。まあ、コンボだね。で、この雷神補脚。これが、さっきの疾風陣の後に使うと、相手の体勢を崩すと、なかなかに強いね。で、なんなら、ダンバン、じゃないや、ラインが使っていた、転倒の技 に似たような技も使えるし、敵死を取れる技も持ってるんですよ。アタッカーというよりは、タンクなのかな。まあもちろんラインと比べたら、耐久力はないんだけど、まあ、その分火力があるタンクなのかな。で、まあきつかったらラインを戻そうかなとは思っています。ではやっていきましょう。あ、これあれだな、タイムアタックか。まあ動画外でいいかな。で、このまままっすぐね。どうせだったら戦闘もやってみたい。なんなら俺も攻撃して、俺が敵死を取って、その間にダンバにやってもらうってのもありだね。まあもともとこういうロールがあるゲームでタンクは好きだから、意外と楽しいかもしれない。スリットエッジエアスラッシュ。さあ俺を狙え。いいよ。盾を発動して、あ、俺が敵視取ってないから攻撃して、スリットエッジ、回復をダンバン。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。ストリームエッジ。で、スリットエッジエアスラッシュ。あ、外したか。よいしょ。で、あ、俺が敵視を取っ、あ、取ってない。オッケー、よし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 。敵死を取ってるかどうかが分かりづらいが、まあ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 、いいんじゃないかな。ケルシャー・シッチ。シッチ隊か。また、今までとは違った敵が出てくんのかな。お？あ、ここがザトールか。うわ、なんか飛んでるし、これ、毒沼か？まあ、レベルは上がってきたとはいえ、油断はできないかな。こんなところがあったなんて。だから言ったろ、シュルク。研究ばっかりしてねえで、外に出ろってな。さあ。目指すはここの最深部だ。そこから巨神の上層部に上がる。コロニーシックスで暮らしてた私たちでも最深部までは行ったことがないけど。そうだな。巨神の上層に近くなればモンスターどもも活性化する。この奥に行こうなんてのは超魂たくましいノポン族か物好きな俺くらいのもんだ。そんなところに俺たちを連れて行こうってわけか。お前は仕方ねえだろう。じゃねえと巨神の頭にはいけねえんだ。行きますよ、どんなとこだろうと。
そうそう、その息だぜ。じゃあ行きましょうか。まあ頼もしい味方もいるしね。戦えるとも、ああ22、あでもそんなもんかい。ここは入っても、あ大丈夫。行きましょう。まずはシャドウアイ使って、シールドも使って、はいよ、バックスラッシュ。あ俺が敵地を取ったな。ならストリームエッジでダンバー今です。あ早っ、あマジで早いな。素晴らしい、さすが英雄。シャドウはいい、なんならスピードを俺に。よし、バックスラッシュ。よし、シェイカーエッジ。いやナイス転倒だな。ストリームエッジ、スリッドエッジ、あとは通常攻撃でオッケー。早いマジで早いな。おっと、お前か、コピスクロード。一旦シールド使ってシャドウアイで敵将ダンバンに、でバックスラッシュで、俺が今度敵士を取りたいな。なんなら俺自身を回復させて、スリッドエッジ、エアスラッシュ、もうちょっとかな。オッケー、勝てますね。アイテム回収。おっと、わっ、いっぱい来たな。一体ずつ確実に盾を使って、まか、バックスラッシュ、ストリームエッジ、オッケー、シェイカーエッジ、スリッドエッジ、エアスラッシュで回復を折れ、スピードを折れ。よし、あと一体、あ俺が狙われてるかな。ならこのまま通常攻撃をやって、その間にダンバに殴ってもらい、今度はスピードをダンバにやって、オッケー、こっちだ、ストリームエッジ、スリッドエッジ、エアスラッシュ。よしよしよし、おっと1体増えたか。シャドウはいい、俺を回復、バックスラッシュで敵士がこっち来たか。一旦シールド使います、スリッドエッジ、エアスラッシュ、ストリームエッジ、いいよ、よし、あまだいんの、あマジ、待て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 、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あこれか、あ待って、強くね、あ待った、やばい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 、あいつネームドだ、逃げよう逃げよう、待った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 、なんでネームドいんのよ、待って動けない、スリープ、これ寝てんのか、ギャーこいつどっから来た。ここでさっきやられたんだな俺は、などっかにいたんだな。まあアイテムは回収させてもらいますよ。よし、あそんな近くにいたのか。おっと、しかも目的地のすぐ横それはえぐくないか。お、あれノポン族じゃない、お、かわいい、あれやノポン商会の連中だな。こんな場所で何やってんだ。何か事情があるんじゃないかしら。ねえ行ってみない。うん、そうしよう。
一体何があったというんだい？この辺に強いやつはいないよね。オッケー。どうした？ザトールに来るのは初めても？年中霧に覆われているんだもん。夜に移動するのは避けた方がいい。あ、じゃあさっきの強いやつは夜じゃないと現れないとか。恐ろしい目に遭うからだもん。もうあったわ。そういうことだったんかな。例えば、デトックグロッグに襲われてペロリと食べられそうになったんだもん。もう二度とあんな怖い目に遭いたくないもん。うん、倒してきてほしいもん。あ、これ依頼か。あれ？依頼なの？あ、こっちかな。ウィウィ。あ、ショップか。普通に買えるのかい。あー、高えな。なんでこんな毎回毎回高いんだよ。まあ、これはいいかな。で？あ、これじゃないのか。こいつらはもうノポン族ではあるが、目的はここじゃないのか。ああ、じゃあこれも依頼か。まあ受けるだけ受けときましょうか。オッケー、こんな感じかな。でだ、今夜だね。またさっきみたいなことがあると嫌なんで、これを朝にしましょう。7時ぐらい。よし、デイタイ。パッと見強い敵は？あ、いなくなってる感じあるな。はい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 。ま、気をつけながら進みましょうか。で、さらにこのまま、あ、かなり遠くだな。おっと？道塞いでやがるな。うわ、上にもいる。まあ、全体的にレベルは低いか。やりますか。よし。まずは一体ずつ。シャドウはいい。バックスラッシュ。ストリームエッジ。シールドを発動させて、スリットエッジ。お、シェイカーエッジ。エアスラッシュ。で、回復俺かな？よいしょ！ OK！ バックスラッシュ！スリットエッジ！いいよ！よし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 ！あ、もう終わり？早っ！あの鳥は襲ってこなかったんか。まあまあまあ、来ないんだったら別にいいさ。ん？来んのかい。じゃあ最初から来いや。バックスラッシュ、ストリームエッジで、スピード俺かな。あ、ナイス。シェイカーエッジ。回復をダンバン、スリットエッジ、エアスラッシュ。オッケー。おっと、お前か。お前よう来るな。画面が。バックスラッシュ、ストリームエッジ、シールド発動からのシェイカーエッジ。あ、遅かったかな。スリットエッジ、エアスラッシュ、回復をダンバン、バックスラッシュ。オッケー。お、レベルアップ。よいしょ。シャドウアイ。手加減なんていらねえさ。よいしょ。いや、マジで早えな。スリットエッジ、エアスラッシュ。ちょっとスタンバっといて。ナイス。シェイカーエッジ。オッケー。いいぞ。今まで以上に崩しからの転倒、そして気絶のコンボがやりやすい。
そこですね。お？これはなんだ？明かり、不思議な光ですね。ハイエンターの置き土産だな。奴ら、今でこそ上層に引きこもってるが、その昔はこの辺りも支配していたらしい。へえ、ちょうどいいさ。ここらで休憩としよう。不思議とこの明かりはモンスターを寄せつけない。そこらで休むよりは安全なはずだ。気持ちいいね、風。本当に静か。いや、辛いんだって。ずっとこんな日が続けばいいのに。僕はお前たちを許さない。はあ、思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。変えたいかい？未来。そりゃ変えたいさ。できることなら過去も変えたいよ。お、リクソンさん。リクソン。あの雪山で俺がお前を見つけてからもう14年か。感謝しています。あの時ディクソンさんが僕を助けてくれたからこそ今僕はここにいる。すまなかったな、お前の両親助けてやれんで。そんな、考えてみりゃお前とモナドの付き合いもそん時からだよな。案外もともとそいつはお前が使うように神様が定めてくれたもんかもしれんよな。ほとんど覚えていないけど、僕にとっては父さんと母さんの残してくれた形見みたいなものだって、そう思っていた時期もありました。だからこの件の秘密を解いて鬼神兵との戦いに少しでも役立てたいって。でも実際はガラクタの山を築いてただけなんですけどね。研究棟のあれか。ま、確かにな。でもやっぱりこの件は。お前が最後だぜ、シュルクよ。すみません、なんだか寝つけなくて。さあ行こうか。最深部はこの先だったな。ああ、目指すは最深部。古代ハイエンター様の遺跡だ。行きますか。なんかさ、さっきからこの、環境音なのかな？まるで、巨人が息をしているような音しない？俺の、思い込み？そういう風に聞こえるだけかな。前回のさ、ビジョンでさ、あれは味方になんのか？なんか巨人が現れてたんだよね。何か関係があるのかもしれない。あ、でだ。まあ、前回の映像といえばよ。黒いフェイスだっけ？あれさ、絶対あいつだよね。あの特徴的な声。名前忘れちゃったけど、昔、ダンバンと一緒に戦っていた仲間だったやつ。だよね。裏切って逃げて、その後、鬼神兵に囲まれてはいたけど、やつだよな。で、その、ゾードがさ、こんな体になったんだって、言ってたじゃない。
ってことはよ、鬼神兵は、もともとは人間なのかな。ちょっと安直すぎる考えかなと思うんだけど、もしそうだとすると、黒いフェイスはもともとダンバンの味方だったあいつなのかね。まあ、もしそうだとしたら、誰かが人間を鬼神兵にしているってことよな。あ、モーク水門、これか。どうなんだろう。まあ、今後も黒いフェイスは俺たちの前に現れるみたいだから、その時に真実が明らかになるかなとは思うんだけどね。なんかすごいとこ来たな。なんだこれ、これがあの巨人？いや違うか、姉妹像、姉妹像、あ、あれかっていうことは反対、あ、あれだ。ここから巨神の上層マクナ原生林へと行ける。監獄島のある頭頂部は原生林をさらに登った先だ。名残惜しいが、わしらはここで別れるとしよう。え、残してきた者たちのこと、そしてコロニーナインのこと、少々気がかりなんでな。そうですか。カルナはどうなる？今までありがとうございました。コロニー、ありがとうございました。ひどいことを言ってしまったな。すまなかった。いえ、わしはお前に命を救われた。そのことを決して忘れん。モナドの後継者よ。カルナ衛生兵、お前はどうする？私はシュルクたちと行きます。おお！鬼神兵を許すことはできないし。ありがとうカルナ。それにガドを探したい。どこかで生きているような気がするんです。そうだな、それもいいだろう。カルナ、僕もオダマさんと一緒に行くよ。ジュジュ、本当にそれでいいのね？うん。シュルクさんたちの鬼神兵との戦いぶりを見ててすごいと思った。僕なんかがいたら足手まといにしかならないって。そうでもないって。なんなら道中鍛えてやってもいいんだぜ。僕決めたんです。シルクさんたちに比べたら僕のできることなんてたかが知れてるけど、それでも精一杯自分のできることをやってみようって。戦うことは無理でもコロニーのみんなを守ることぐらいはできるんじゃないかって。そうか、頑張れよ。できるさ、君なら。はい。シュルク、ライン、わしの娘をよろしく頼むぞ。任せておけ。ディクソンさん、一緒には行けないんですか？え？奴らの前線基地となっていたコロニー6が崩壊したとはいえ、危機が去ったわけじゃねえからな。いずれ近いうちにまた襲ってくるに違いねえ。なあ。コロニー9の防備固めとかんとな。え、じゃあダンバンは？コロニーのこと。よろしくお願いします。ま、そのうち追っかけるからよ。それまでの間踏ん張れよ。そしてモナド。分かっています。コロニーのみんなのためにも必ず。いい顔してるぜシュルク。まだ骨に見合った筋肉がついてねえ。もっと鍛えとこうな。出なきゃシュルクを守れねえぜ。忠告ありがとうよディクソンさん。頑張れよ。じゃあな。やれやれ、純朴な和光堂を騙さなきゃならんとは心が痛むね。え、騙す？何か言ったか？どういうこと？愚痴だよ愚痴。聞き流してくれディクソンさん。ディクソンさん、騙すって何？え？いや、違うよな。ディクソンが、裏切る？いや、そんなことないと思うがな。コロニー6の復興？コロニー6を昔のように戻したいと考えている。
あー、コロニー6へ行けば何か手伝えることがあるかもしれません。これは寄り道になるのかな。まあ機会があったら見てもいいけど。あ、でダンバー残るんだ、ありがてえ。あの一言はどういう意味だ。あ、で誰かいる。あ、ノポン、モモ、こんな場所にホムホムが来るなんてすごく珍しいもん。ホムホムって何。うん、ハイエンターの遺跡が数多く残る場所なんだもん。ここでしか入手できないものを手に入れて高く売るつもりも。巨神か巨神上層に行きたいも。あ、ただで教えてあげる、ありがとう。成人の儀をしないといけない。成人の儀というのは、古代ハイエンタの男子が成人になるために行われる試練のことも。ザトルに散らばる4つの証を集めるんだもん。あ、で姉妹像の前にある聖人の紋章に証を示す。で道が開かれるよと。ほう、大変だろうけど気をつけてやるも、ありがとう。でよ、それはどこにあるというんだい。戻るのかい。うわ、相当戻らせんじゃん、マジかよ。これ戻るってわけではないのか。この横を行けということですね。じゃあ、あのびっくりマークのところまで行きましょうか。あれ音を聞くやつか。いやー、面倒だな。無視できるんだったら一番それがいいのだが。いや、無理か。やりましょう。バックスラッシュ。てかレベル高えな、おい。ナイス。スリットエッジエアスラッシュ。シェイカーエッジ。これ強いね。で、俺を回復させといて、スリットエッジ、もう一回立て、エアスラッシュ。痛いよ。バックスラッシュ。よし、オッケー。お、レベルアップ。よし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 。で、アイテム回収。あ、いた。あの野郎。どこ行くの？あ、下行くのめんどくせえな、それは。こっからさ、戦えない？おい。あ、来た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 。ストリームエッジ。いいよ、いいよ。あ、みんな戻ってきてくれた。あ、間違えた間違えた。押すんじゃねえこいつ。待った、一旦逃げよう。こいつめんどくさいな。なんか状態異常食らってるし。待て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 、ここでやろう。まあ、無茶をしなければ大丈夫でしょう。こいつ押してくの何なんだよ。よいしょ。いいよ。さて、張って。てか、レベル上がってね？気のせい？一時的に自分を強化するタイプなのかな？ほら！よし！でも勝てる。一つ目ゲットです。で残り三つね。うわ、これまた遠いな。いや、こっち側から行けるんじゃねえのか。降りて、いった。で一旦朝にしときましょうか。そこか。邪魔なとこいるな。まあやれるかな。よいしょ、行くぞ。後ろ取ってバックスラッシュ、ストリームエッジで縦発動、回復も入れて
シェイカー、あーこれ出が遅いんだな。スリットエッジ、エアスラッシュ、バックスラッシュ、あナイス回復、よいしょ、 OK、 よいしょ、危ない、シールド入れて回復入れて、でストリームエッジ、シャドウアイ使ってシールド貼って、ナイス、バックスラッシュ、スリットエッジ、おっと叩き潰しがダンバンに行く、痛いねそのダメージ、エアスラッシュ、でも盾が間に合わないな、あー痛いね、ごめんよ、バックスラッシュ、ストリームエッジ、オッケー、あクエストコンプリート、うーん、やっぱ脆いのかな、あこれも美女ですね、あーここら辺の敵のレベルが高いから、また動画外でレベル上げやっといてもいいかもな。あとちょっとレベルが上がるだけで相当楽に戦えるとは思うんだよね。なんだお前か、お呼びじゃねえんだよ、よし、ほら、あ間違えた、よいしょ、シェイカーエッジ、スリットエッジ、エアスラッシュ、回復を一旦お礼、よし、殴って殴って、バックスラッシュちょっとミスったけど、よし、オッケー、クエストコンプリート、よし、でこれで二つ目、わあいっぱいいるねー、一番弱いのはあいつか、いきましょう、バックスラッシュ、ストリームエッジ、シールド使って回復も入れて、スリットエッジ、エアスラッシュ、これは温存しといて、バックスラッシュ、よし、で今度はこいつ、スリットエッジ縦入れて、おっとよいしょ、回復をダンバン、ストリームエッジ、スリットエッジ、エアスラッシュで、スピードをダンバンに入れて、俺はシャドウアイ使って、いやーなんか敵が寄ってきたな。スリットエッジ、バックスラッシュ。よいしょ。回復、俺かな？数がおかしいってばよ。よいしょ。で、こいつか。シールド発動。ストリームエッジ、バックスラッシュ、あー間違えた、くそ、回復をダンバン、で今度スピードをお礼、よしモナドで回復が欲しいなよいしょ、まずい、バックスラッシュ、回復間に合え、よし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 、ほらオッケー、だーつれーで、ネームドインのかよ、あれだよね、あの後ろのがそうだよな、マジで
まずはこいつらかな。うまくこいつらだけをまず倒したいけど、そんなことできますか？シャドウアイ使って、スピードをダンバンに使って、よし。集中攻撃しましょう。バックスラッシュ、ストリームエッジ、シェイカーエッジ、回復を使って、いいよ。スリッドエッジ、よし、まずは一体。エアスラッシュ、バックスラッシュ、で、ちょっと待って。スピード今度俺。痛い。スリットエッジ、回復俺。よいしょ、危ねえ。ほら。間違えた。シャドウアイ、シェイカーエッジ、やっぱ遅いな。バックスラッシュ。スリットエッジ、おしよ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 し。あとはネームド。いけるか？レベルの差もあるんだよな。よいしょ。行こう。いや、強い。ナイス回復。で、大連撃、いた !2826? 何その攻撃。あ、間違えた。遅かったかな。いや、強っ。よし、励まして、シールド使って、いや強い。で、まだ来んの、大連撃が。俺いたー、それ。しかも気絶持ちか。よし、未来を伝えて、何がいいかな、これか。励ましといて、回復も入れて。待った、俺が死ぬな。あ、気絶してる。回復お願いします。ありがとうありがとう。いや強い、いや強い、こいつマジなんだこいつ。ちょっと待って、最悪さ、あれだけ取って逃げれない。待ってね、逃げて、あ、これ取れないのか。一旦逃げよう、一旦逃げよう。逃げれる？いや、追ってきてるな。ダメか、無理か、これ。いや、なんかいけたな。逃げよう逃げよう、こいつはやばい。毒沼よな。あ、いけんの。いやー、ダメージ食らってる。あ、でもそこにあるな、やべえのが飛んでいる。まあ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 、ネームドじゃねえし、強引にいけるかな。とりあえずバレないように、バレないように、バレないように。あ、くそ、バレた。行くしかねえか。よいしょ。ほら、よし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 。今のうちに。今のうちに。オッケー、クエストコンプリテッド。こういう時のご了承を。で、あとは戻るだけなのかな？あ、いた！目的地がむ、ん？どっちだ？あ、戻るだけっぽいなぁ。一旦朝にしといて、飛んでおきますか？エリアマップの、あ、ここですね。あ、ここでもいいのかな？飛びます。オッケー。
じゃあ今回はここまでにしておきましょうかね。で、ちょっと周りの敵が強すぎるんで、また動画外でレベル上げやっておこうと思います。いくつがいいかな、30ぐらいを目安に上げておこうと思いますんで、まあ、今回よりは楽な試合ができるようになると思います。ではでは今回ここまで、よかったら次回も見に来てください。チャンネル登録高評価ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。